鯛茶漬けは世間に流布され、その看板をかけている料理屋さえ出てきた。関西ではもちろんのこと、東京でも近来よく見かけるようになった。また家庭にも侵入して、実際に試みられるようにさえなっている。それなのに、タイより簡単でうまいマグロの茶漬けが用いられていないのは不思議な気がする。タイは関西がよく、マグロは東京がいい。その意味から言っても、東京は鯛茶漬けよりマグロの茶漬けを用いて叱るべきであろう。東京にもし京阪のような食い道楽が発達していたら、おそらく今日までマグロの茶漬けを見逃してはいなかったであろう。そういう私も、マグロの茶漬けは京都で覚えたもので、東京人から教わったものではなかった。今後の東京人は、鯛茶漬けなんて関西の模倣をやらないで、堂々と江戸前のマグロを持って鯛茶漬けに対するべきである。東京には関西のような美味な鯛がないから、なおさらである。茶漬けのご飯。ご飯の炊き方が柔らかくベタベタするようなのは一番いけない。寿司の飯の程度がいい。炊きたてのご飯ではいけない。生温かに冷めた程度がいい。茶漬けにもよりけりだが、魚の茶漬けには冷や飯は絶対にいけない。お茶の出し方。かける茶は番茶では美味しくない。煎茶に限る。煎茶の香味と苦味とが入り用である。少し濃いめの茶をかけると調和が取れる。茶が薄くてはまずい。だから粉茶の上等がいいというわけになる。粉茶の出し方は人も知るように、粉茶専用の小さなザルがある。これは寿司屋で使っているものである。それで寿司屋の用いるように、多めザルに一杯程度入れて水を差す。なぜなら粉茶は茶の残りを集めた、いわば茶のクズであるから、ほこりなどが混じっていよう。これを洗浄する意味で、ザルの中に入れた茶に水を差すと、乳白色に水が汚れてこぼれてくる。これを捨て、ザルの中の粉茶に熱湯を注ぐ。この場合、熱湯を少しずつ注げば茶は濃くなり、ザーッと一気にお湯を注げば茶は薄くなる。熱湯の注ぎ方によって、濃淡自在にお茶は加減できる。お茶漬けには熱湯を少しずつ注いだ濃いめのものを用いるのが良い。しかし、抹茶や煎茶にしても最上のものを用いることが秘訣だ。茶が悪いと、茶漬けの中に何が入っていようがダメである。要するに、茶が良くなければ茶漬けの意義がない。茶漬けのマグロ。さて、茶漬けに用いるマグロだが、シビマグロがいい。シビマグロは普通寿司屋で使っているマグロのことである。マグロのトロといって、白っぽい脂っこいところを喜ぶ。脂っこいところは男の四十以前の好みである。四十以後になると、だんだん脂っこいものから思考が遠ざかる。茶漬けに用いるマグロの材料も、トロ、中トロ、赤身、好みによって選択すればいいわけである。脂の少ない赤身は赤身でうまいし、脂の多いところはまたトロでうまい。マグロの質さえ吟味すれば、各人の好みに任せて材料を整えるべきである。シビマグロの他に、カジキマグロだとかキハダマグロとかがある。
これらを茶漬けに用いても決して悪いものではない。しかしキハダとかカジキは脂肪が少ないから、脂っこいものを好む人たちにはちょっと軽い感じである。老人向き、女人向きなどにはかえってこの方が適していよう。それも実験して各自の嗜好に任せればよいと思う。お茶漬けの作り方。茶碗に飯を盛るとき、腹の好き加減にもよろうが、贅沢者は飯を少なく盛ることである。飯を多く盛ると茶がたくさん入らぬ。労働者の食べる茶漬けは飯がたくさんで茶の少ないのがうまい。だから大きめの茶碗が良い。贅沢者の茶漬けは飯が少なくて茶が多い方がうまい。飯の多い方の茶漬けは番茶がいいが、飯の少ない方の茶漬けには煎茶をかとする。飯は茶碗に半分目、もしくはそれ以下に盛って、マグロの刺身3切れを1枚ずつ平たく並べて乗せる。それに醤油を適当にかけて加減する。大根おろしを一つまみ、マグロの脇に添えればなお良い。並べたマグロの上に、徐々に片隅から熱湯を粉茶のザルを通して注ぐ。マグロの上の方から平均してまんべんなくかけていくと、マグロの上皮がいくらか白んでくる。そうしてご飯が透明な煎茶に覆いかぶさり、上のマグロが茶に浸る程度に茶を注ぐ。次にマグロを箸で静かにご飯の中に押し込むようにすると、裏の方のまだ赤い色をしたところまでが白くなってくる。透明な茶は乳白色になり、醤油も混じって茶碗の中にこもってくる。マグロを半熟以上に熱しては美味は失われてしまう。もっと味を濃くしたい人は、ここで茶碗の蓋をしてしばらく静かに放置し、中に十分に味がこもるのを待って、濃淡好みの茶漬けとした上で口にかき込む段取りとなるのである。どちらかといえば蓋をしない茶漬けの方が香り気も高く熱く、マグロも熱しすぎないので美味しいのであるが、蓋をする方は飯がほとびていけない。その上、マグロが熱しすぎるというのは野暮である。マグロの生っ気を好まない人は余儀ないことであるが、前者のやり方の茶漬けに越したことはない。この茶漬けは他に何一つ惣菜を用いる必要はなく、最後に一切れの香のものを添えて贅沢な味を満足させれば足りる。マグロ茶漬けのわさびはお茶を注ぐ前に飯茶碗の中に入れては辛さが消えてしまう。お茶を注いでおいて最後に入れて混ぜて食べる方がわさびの効き目がある。